塗り替え工事の作業工程。建物を保護するための塗膜は紫外線などの影響で年が経つにつれ劣化が進みます。建物を長く保つには10年から12年を目安に塗り替えることが大切です。ご自宅の塗り替えをご検討されている皆様へ、お見積もりに記載されている項目についてどのような作業が行われているのかをご覧いただきます。塗り替え工事期間はおよそ 2,3 週間程度です。近隣の方々へは事前に工事会社からご挨拶に回らせていただくことになります。なお作業が始まると屋外で洗濯物が干せなくなります。工事中は乾燥機、部屋干しでのご対応をしていただきます。ご了承ください。塗り替え工事は大きく分けると5つの工程があります。 1. 足場の設置、 2. 下地処理、 3. 養生作業、 4. 塗装作業、 5. 作業完了。足場は塗装工事の品質を確保するために重要な工程です。作業効率と安全を確保し、室内に作業員が入らないことでプライバシーを守ります。また近隣の皆様へご迷惑がかからないよう飛散養生ネットを設置し、作業中の飛散を防止します。年数を経てお家の塗装面はダメージが見受けられるようになります。下地処理の工程はダメージを補修し、建物の修復を行います。また塗装の仕上がりの確保、塗膜性能を十分に発揮させるために欠かせない工程です。下地処理の工程は大きく分けて6つです。ひび割れ補修、塗膜の剥がれ浮き部を除去、高圧水洗、シーリング作業、鉄部の錆取り、乾燥養生となります。では作業内容を見ていきましょう。ひび割れが発生した箇所を補修します。新たに塗料を塗り重ねるために劣化した表面塗膜を除去します。次に塗料に十分な付着力を確保するため、壁面のほこりや汚れを高圧水洗で取り除きます。外壁の打ち継ぎ部分の緩衝材としてシーリング剤を注入します。防水効果だけでなく建物の振動を吸収する役割を果たします。鉄部は錆の除去が非常に重要になります。錆や汚れ、また劣化した塗膜が残ったまま塗装すると、塗り替え後早期に錆、剥がれが発生しやすくなります。屋根のひびや欠損などをチェックし、必要に応じて補修を行います。屋根には汚れがたまりやすく、高圧水洗で入念に下地処理します。塗装に備え塗装する面を十分に乾燥させます。養生作業は窓などの可動部に塗料がつかないようテープなどで覆う工程です。また周辺に車が駐車している場合はトラブル防止のためにビニールシートで覆うなど注意を払います。外壁の塗装作業は下塗り、中塗り、上塗りの工程で作業が進みます。最近では安全性と環境への配慮から水性塗料を使用します。塗装作業は塗料の飛散を防ぐため、基本的にはハケとローラーで行います。下塗りは素地と塗り重ね塗料の付着力を確保する重要な工程です。中塗りは上塗りの機能を十分に発揮させるための役割を果たします。
上塗りは塗りムラをなくしきれいに仕上げるとともに、防音や防カビなどさまざまな機能によって建物の保護と美観を維持します。次回の塗り替えまでの年数を左右する重要な仕上げ工程です。屋根の塗装は耐候性の問題から一般的には溶剤塗料が使用されます。塗装工程は外壁同様、下塗り、中塗り、上塗りと塗り重ねていきます。鉄部塗装は錆の進行による腐食を防ぐことが目的です。錆止め塗料で鉄部を保護し、中塗り、上塗りで仕上げます。工事が完了する前に塗り残しや汚れなどを点検し、補修塗り作業を行います。塗装面を傷つけないように注意しながら養生、足場を撤去します。周辺清掃をして全作業工程が終了します。ほら、こんなに綺麗に。お家も気分もリニューアル。建物の塗装は美観のためだけではありません。長く快適に住み続けるためにも、資産価値を維持・向上させるためにも、定期的な塗り替えが大切です。関西ペイント。